愛はもっと過剰でいいんだ。火遊びより熱く。本当の愛を伝授しようか。あなたに。はい、メンタープライズよりやってまいりました。藤原七瀬です。青森塾はちょっと厳しかったので、この前やめてきました。クビではありません。こっちからやめてやりました。本日はよろしくお願いします。七尾、身長178センチ、体重。57.8キロ。ちょっと待ってください。痩せたんですけど、どうしてくれるんですか？ということで今日は納豆ご飯を作っていきたいと思います。最近の米ってすごいのね、無洗米ってものがあるんですね。米を洗わずに炊ける？無洗米が売られてるのになんで無洗米じゃない米をお前は売ってんの？みたいな、そんなクレーマーみたいな意見は胸に留めてるんだけども。どうしよう、こういう大食いって普通みんな3号とかだよね。2号じゃもしかしたら普通のお食事かもしれない。ウェハースの地獄を見たもんね、俺。待って、俺これに入れて食べるの？ボールに入れて。最近ようやくラジコでね、ラストオーダーが聞けるようになって、今ラストオーダーを聞いています。態度が悪いなと思ったらごめんなさいね。謝るだけです。お風呂の桶で食べていきたいと思います。白に白が映えていますね。本当に絶対にてめえはインスタグラムをやるなっていう感じの絵面でございますね。本日も全部入れていくスタンスでいきますね。ほーれーで、はい。俺昔は納豆嫌いでね、兄弟が納豆食ってたら殺そうかと思うぐらい納豆嫌いだったんだけど、納豆はいつかは好きになってしまうというこの宿命、人間の種としての遺伝子を感じざるを得ませんよ。みんな分かった？今俺が適当に喋ってるってことか。風呂桶に入れてくるの。あ、小林がいる、小林がいる。小林とは仲良し。で、ちょっと味変のためにいろいろ付け加えますね。全体的に醤油をまぶします。具を入れてきます。キムチ入れてきます。マヨネーズぶっかけます。ごま油も振りかけます。食べるラー油はやめます。見てください、 YouTuber とは思えないほど量は少ない上に容器は風呂桶。なんで豚肉を入れたのかは僕も分かりません。そんな知能指数の低い納豆ご飯が完成しました。それをこいつらに包んで食べたいと思います。わしづかみへの執念。まあわしづかみで食べたいところもあるんだけども、普通に崩れるなと思ったので三種形式で食っていきたいと思います。今日のお供は豆乳です。いただきます。海苔でいこう。いただきます。思ったより食いづれば、はい、はいはいはい、包んで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 、待って、もう包む意味もないけど、もう、うん、いきます、いきます、いきます。いきます、いきます、いきます。ね、喋ることないから本当に今日は黙々と食べるね。衝撃的なこと言っていい？お腹いっぱいなんだけども、なんつってもね、俺飲み物の飲みすぎ？と言って飲むんだけど、待って、納豆は明日まで持ち越せないよ、ね、俺ん家は電子レンジがないんだからね。なんかもうやだ、三女の耐久力なさすぎない？絶対半分は食べよう。これで何を包めって言うんだよ。おい、食え食え。手めっちゃ粘っこいから汚れちゃうから、ここから手を外すことができないの。でも背もたれにかかるように、こうやってなんか遠近感おかしくなるの。岡本太郎作みたいになってるの。うまいのは最初の 2,3 口。七尾、飲み物を飲むことをやめません。ねえ、どうする？大豆の飲みすぎ？てか女性ホルモンの取りすぎで爆乳になったら。そんな僕でも愛してくれますか皆さん。うえ。ねえ、納豆ってさ、飽きるんだよ。食べる前に食べる。うん。もうこの体勢で休めないの俺。ちょっと休憩しよう。柿原さんで休憩します。納豆ご飯を食べ始めてかれこれ6時間が経ちました。消費具合といったらほぼ初期状態のままです。腹が減る気配もありません。ね、なんか冷めてるからもう食べる気もしないしさ、どうしよう。サンチュとかさ、海苔とかでお上品に食べようとしたから。
こんななんか満腹感がやばいのかなと思って、基人化するね。からはもう本当に閲覧注意です。生瀬さんの皆さんでした、閲覧注意。お母さん見てる、帰りな。殿下の報道いきますね。え、こんなしょうもないことある。最後に、はい、お腹いっぱいとか言いながらも材料を増やす、どういう思考回路してこういうことをしたのか分かんないですけども、七尾です。マジでここから俺基人化するから。満腹感も喉の渇きも、就活の時期に何してんのって思ってる焦燥感も、全てをなくして無心で食い漁る。何この物体、そんなことを考える暇があれば食べる。あ、チーズだ、チーズ。あと3口でいけると思うの。でもそれ受け付けないんだ、僕の喉チンコは。行くで。苦しいの、これ以上僕食べれないの。あと8分で容量が終わるの。米粒一つ残すことなく、まぁ、ちょっとは残るんだけども、いくで。最後、負ける気がしません。米粒を一つも残さないんだから、高評価押せばかやろう。いくぜ。食い切りました、七尾です。食い切りました。これでようやくお父さんに顔向けてきます。後半の食べ方、僕すごくおすすめです。基人化物の話ではなくてですね、納豆にキムチと豚肉といろいろ混ぜて、そこに最後チーズぶっかけてポテチを振りまく、おシャンティーじゃない、すごい最先端だと思う。20年後ぐらいにはね、なんか2、3週ぐらい回って原宿に入ってそうな感じがするから。レベート七尾のコーナーね、非常に不評なコーナーでございますけども、めげずにやっていきたいと思っています。目指せマルチ系 YouTuber。 それではまた来週も見てくださいね。じゃんけんぽん。今のはグー出したわけじゃないからね。いじれもじゃんけんしないから僕。